はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、KSC のね、 P230、232 じゃなくて230の方です。シグザウェル P230 ヘビーウェイトプレミアムマガジン仕様で遊んでいこうかなっていう動画ですね。これです。いいね、 KSC の箱って感じがして。で、これは、当チャンネルを応援してくださってる S さんから提供していただいたお品物になりますと。やっとガス風呂の季節が来たんでね、ちょっとワンシーズン寝かしちゃいましたが、性能チェックしていきましょう。早速開封していきます。バシッと、じゃん、おお、いいですね、 KSC っぽい。で、マニュアルと愛用者カードが付いてます。マニュアルはね、 KSC のマニュアルは、とても丁寧なものが付いてるんでね、しっかり読んでおくといいと思います。分解まで記載してありますよね、確か。バレルの分解まで記載してあります。こんな感じです。アウターバレルを外す部分までやってあるのかな、です。で、付属品が、マズルキャップとかで、マガジンがこれいいんだよね。あの、銃にマガジン取り付けて保管するのが嫌いなんで外してあります。とこれがローダーだよね、これとこれ、マガジンにかぶせてで、ここに BB 弾入れてジャーッと押し込むと、そういうタイプのローダーです。僕はあんまり使わないんでこう押しておきますけどね。で、マガジンと、で、あとは銃本体と。おー、いいですね、ヘビーウェイト重視って感じがします。こんな感じです。開封ざっくり、じゃあ外観からいきますか。マガジンはですね、ぐるっと外周スチールプレスのものが入ってて、綺麗にブルーイングされてます。いいですよね。で、シグザウェルの刻印入ってます。で、シングルカラムで、とても小さいですよね、マガジン。なんで、冷えにはちょっと弱いかなというところがあると予想されるんです。これね、12発入ります。で、P230 と。刻印、スライドにシグザウェル。で、P230 と。刻印が入ってます。これはシリアルナンバーかな。で、KSC はちょっと、メーカーの刻印がこういうね、見えないところに入ってるの、これ嬉しいですよね。パーティングラインは綺麗に処理してあって、ここにも刻印が入ってますね。マガジンキャッチですね。で、グリップはぐるっと覆うタイプと。リアサイトを覗いた感じ、こうです。ホワイトが入ってますね。で、エキストラクター。エキストラクターは別パーツで、メタルのものが入ってますね。インジケーターが機能するかどうかまではちょっとわからないですけど。で、こっち側の刻印はちょっと薄いかもしれないですけど、入ってますね。こんな感じになってます。かっこいいね、やっぱり。PPK とかに近しい構造ので、デコッキングレバーがあると。で、例えばなんだ、P230JP っていうね、日本の警察に納入されてるものは、さらにここにセーフティが入るんだよね。ライヤードリングがついてたり、なんでね、割と日本のポリスピストルが好きな方にもものすごく人気があるというか、そういう銃なんじゃないですかね。かっこいいもんね、コンパクトで、コンパクトすぎないっていうね。そんな感じかな。いいですね、あのダブルアクションも軽いです。シングルアクションもで、デコッキングもできますと。デコッキングした後、打てるね、ダブルアクションで。で、マガジン、このマガジンの入れる感触いいですよ。素晴らしいですね、これです。で、マガジン入れて、空のマガジン入れて、スライドを引けばホールドオープンします。アウターバレルはね、メッキされてますね。
すごいね、 KSC っぽい、本当に KSC って感じです。でマガジンを取ってスライドを1回リリースすると、でまあじゃあちょっと通常分解だけやっていきますか。今ハンマーを起こしました。マガジン外してあります。でラッチを下ろします。この状態で後ろにスライドを引き下げて、これです。これでもう通常分解ができます。でリコイルスプリングは巻き系の細い方がバレル側とこんなになってます。でアウターバレルを抜くにはここのピンを抜かなくちゃいけないんでね。でチャンバー云々眺めるにはって。でホップの調整がここ、こいつ、こいつをちょっと動かすんですけど、ちょっとね目いっぱいホップがかかってない状態で若干から全然出てないかな、若干パッキンが出てるから、もしかするとこれホップ全くかけてないと玉ポロする可能性もありますね。まあこんな感じです。とりあえず通常分解、戻すのは簡単なんですけど、スプリングこう入れてこうギュッとやるとね、スプリングが引っかかっちゃってうまく組めない時あるんで、スプリングねこうスーッとこの辺まで引っ張ってやって、入れてやると簡単にこう抜けてくると思います、ね、で目いっぱい後ろまで引っ張ってスライドを合わせて、ね、ラッチを戻す、素晴らしいですね。こういう状態になっています。じゃあまず重量からですね。本体 374.5g と、でマガジン 130.5g と、で本体とマガジン、おお 500g 超すね、 505.5g と、まあマガジン入れればかなり重量感はありますね。じゃあちょっとガスが何 g 入るかだけちょっとやってみますか。ただねあんまりガンガンに入れない方がいいってマニュアルに書いてあったんでね、まあ確かに冷えやすいんで、ワンマガジン12発でワンチャージぐらいの目安で使うといいんじゃないかってマニュアルには書かれてましたね。はい、じゃあねマガジンが 130.5g です、ね、で今おー本当だ、すぐ吹き返してきちゃいますね。何 g 入ったんだろう、 130.5g で 133g なんで 2.5g ね、ガスは今 2.5g 入った状態です。こんな感じになります。よしと、じゃあね動作音量から測っていきますか。でこのガス風呂は BB 弾入れないと、ブローバックさせることができないんで、空打ちの音はちょっと測れないんで BB 弾使った音だけ測っていきます。結構リコイルありますね。玉ポロしないね。112.6dB と、リコイルもあれですね、重いリコイルとはいきませんけど、素早くパシッとねキビキビとリコイルが来る感じになってます。じゃあですねトリガープロを測っていきましょう。まずはじゃあシングルアクションからやっていきますか。軽いです、 0.494kg、 0.541kg、 0.517kg、 ね、まあ、0.5kg ぐらいのトリガープルシングルアクションということですね。じゃあ次ダブルアクションでトリガープル測っていきましょう。でも軽いね、 0.960kg、 0.962kg、 1kg を切るね、 0.980kg で平均で 0.967 と、これねやっぱりダブルアクションもかなりいいですよね。すごく軽い感触でダブルアクション弾けますと、こんなトリガープルになってます。またねガスを入れて
133g、要は 2.5g のガスが入った状態で、初速と燃費を測っていこうと思います。10発で1サイクルにして測っていこうかなというところです。 BB 弾はギャロップの成分解バイオ 0.2g を使っていきます。外気温は 22.6 度、マガジンの温度は 23.7 度、ちょっと涼しすぎるかもしれないですが打っていきます。10発打ってインターバルという感じでね、燃費を測っていきます。打っていきます。54.76、なるほど、55.82、 55.42、 55.36、 すげえ安定してますね。 55.3 55.5 55.6 55.7。はい、ということで初速と燃費測ってみたところです。おおむね、ね、初速は、まあ、50mps台後半ですね。でやっぱりマガジンの容量が少なかったんで、22発打って 2.5g のガスを使い切った状態です。燃費で言うと1発あたり 0.11g と、まあガス風呂にしては燃費はいい方だと思います。スライドも軽いしね、小型なんで。で一般的なガス風呂は徐々に初速が下がっていくと、その1サイクルの間で、でインターバル開けて打つと若干初速が回復してまた落ちるっていうようなことを繰り返すんですけど、まあこのガス風呂の場合は気化室ができていく方が有効に働いてるみたいなんでね、ガスの容量が少ないんで、なんで右肩上がり的な推移をするんですが、まあこんな感じですか。外気温がね 22.6 度、マガジン飲んだ 23.7 度、1サイクル打つと22度ぐらいまで下がるんで、まだちょっとこのシングルカラム系のガス風呂にはちょっと涼しい気温だったかもしれないですけどね。で、まあ、初速でいうと60近くの初速が出てきてたんで、気化室ができればですけどね、もうちょっと気温があったかいと60越してくるのかなと、そういう状態、そういった性能なのかなというところですね。こんな感じで野田式シューティングやっていきます。行っていきましょう。おお、これすげえ。なるほど。おお、いいね。じゃあね、2サイクル目打っていきましょう。ちょっと上に当たる印象ですけどね。あ、いいね。2サイクルは打てないね、ガスの容量的に。こんな感じになってます。はい、いかがだったですか。 KSC のね、シグ P230 ガスブローバックヘビーウェイト樹脂、これね、やっぱりとてもいいものですね。このマガジンがいいよね、とりあえず。性能度外視だもんね。性能はまあ二の次だけど、ワンマガジンちゃんと打ってホールドオープンできますよっていう、そのぐらいで使ってくれって書いてありましたからね。ただガス満タンに入れると、20発ちょっとは打てるのかな。そんな感じです。でも満タンの状態で初速が 50mps 台、50台後半か、56、7、8ぐらいから始まって、気化室増えたら60近くまで出たんだっけね。そんな初速が出るんであればもう十分なんじゃないって思いますけどね。
ただ空打ちがねちょっとできませんので、 BB 弾入ってないとブローバックを楽しむことはできませんよと。でマガジンフォロワーもないんでね、こいつね、うん、空打ちモードなんかここら辺に、うん、あんまりやらない方がいいかな。ここになんか突っ込めば空打ちモードにできそうな気もしますが、やらない方がいいのかなとは思いましたけどね。こんな感じになってます。うん、ブローバック自体はとても小気味のいいものだし、うん、ね、リコイルが強いんだどうのこうのとかそういうのを楽しむものでもないしって感じはします。スライドの内側、この後方部分、ブローバックエンジンの部分は金属がしっかり入ってます。でね、スライドストップ、まあマガジンがこれを押し上げるんだけど、ここがかかる部分もちゃんと金属なんでね、うん、なんでラッチが減るんだとかそういうのはあんまり心配する必要もなさそうですけどね。うん、そうそうそう。でことのほかよく当たったっていうのがね、5メートル痛くなしです。震える両手でしっかり持って打ってこれです。5センチぐらいかな、グルーピング素晴らしいと思いました。うん、 KSC のエアソフトガンってインナーバレルがちょっと丸いのと比べてちょっと若干タイトなんだっけ。でね、まあ先から見るとインナーバレルこれ真鍮色じゃないんでね、黒くなってるんで、ここもまたかっこいいですよね。すごいな、よく考えられて、まあ、外観も含めてとても素晴らしいモデルだと思います。うん、いいよね、持った感じもマガジンもという状態です。ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。打つべし、打つべし、打つべし。やっぱこれホールドオープンかっこいいね。です。